皆さん、こんにちは。ジャニーズ事務所所属の人気アイドルグループストーンズの初代リーダーを務めた小内優吾さん。彼のクールなダンスと可愛らしい笑顔に胸を打たれるファンが続出中です。今回はそんな人気を集める小内優吾さんの熱愛情報や好きなタイプ、グループ内での立ち位置について迫っていきたいと思います。まずは小内優吾さんのプロフィールを見ていきましょう。小内優吾さんは1994年3月8日生まれ、神奈川県横浜市の出身です。2023年には29歳を迎えますが、これまで一度も熱愛やスキャンダルが報じられたことがありません。年齢としては恋愛が楽しい森の時期ですから、驚かれる方も多いのではないでしょうか。責任感が強く、ファンにも誠実な小内優吾さんの姿勢がうかがえます。ストーンズも盛り上がっている時ですので、一層に気を引き締めているのかもしれません。あまりにも浮いた話がないため、一部ではメンバーのジェシーと付き合っているのではとファンが勝手に盛り上がっているほどです。 SNS には次のような投稿が見られます。絶対この言われジェシーのこと俺の彼女だって思っているもん、だって肩引き寄せるとか、もう絶対付き合っている。こういった視点で楽しんだり応援したりするのもジャニーズ事務所ならではといった感じです。おそらく今は仕事や仲間と過ごし、時間を大切にされているのでしょう。しかし証拠はありませんが、一部のファンの間では交際している女性がやはりいるのではないかとも言われています。仮にいたとしても、それを全く感じさせない小内優吾さんのプロ意識はさすがと言えるでしょう。小内優吾さんのようなタイプの方は、結婚まで交際などは隠し通して、いきなりポンと結婚発表があるタイプではないかという予感がします。笑顔が可愛らしく柔らかい雰囲気を持つ小内優吾さんですが、愛用されている指輪がごつくてギャップがいいと言われています。レザーのリングと平打ちのリングが組み合わさった珍しいデザインで、男らしい小物だからこそ小内優吾さんとのギャップにドキッとしてしまいます。ちなみに小内優吾さんはこの指輪を右の中指につけられていることが多いようです。指輪ははめる指によって異なるジンクスがあり、右中指の場合は邪気を払うという意味があるそうです。邪気を払ってパワーを呼び込み、自分のものにすることができるそうなので、総合的な運気アップを狙う方にもおすすめとされています。もしかするとこういった験担ぎも込められているのかもしれません。小内優吾さんの好きな女性のタイプは、年上の女性とインタビューで話されていたことがあります。デートをリードしてくれる方が嬉しいとも明かしていることからも、年上の女性にリードしてほしいという願望があるのかもしれません。また明るくていつも笑っている女性、部屋が綺麗な女性が好きなのだそうです。好きな女性の服装はスカートよりもデニム派であると明かしています。そしてデニムの中でもスキニージーンズを履いているような子がタイプなのだそうです。髪型はサラサラなストレートロングヘアと話されています。これらを総合すると、服装や髪型もシンプル系で清潔感あふれる女性がタイプのようです。小内優吾さんの好きな女性のタイプにもあった部屋が綺麗な女性がいいというポイントは、小内優吾さんの中で非常に重要な条件なのだそうです。もし仮に彼女の部屋が汚かったら無理でしょう、ドン引きと断言されていることからも、部屋が汚い女性は NG のようです。この潔癖症にも似た小内優吾さんのこだわりは、バラエティ番組でもたびたび紹介されています。おそらく小内優吾さんのファンであれば、常識の発言であり至って通常運転といったところでしょう。また彼女ができたら行きたいデートスポットは水族館と話しています。水族館は天候に左右されることもないし、生き物を見て癒されるので、理想のデートスポットであるとのことでした。そんな小内優吾さんの好きな女性を落とすモテテクは、ツーリングをすると明かしています。バイクに乗って水族館デートだなんて、まるで乙女の理想のようなデートプランです。他にも初対面の女性に二人きりで遊んでも安心だと思わせる方法はという質問には、終電の時間を聞くと回答しており、女性への気遣いも完璧な回答を披露されています。キスをするのは5回目のデートでというコメントからも、小内優吾さんはゆっくりと2人の関係を育んでくれる優しい恋愛観を持っていることが分かりました。
2022年の年末には NHK 紅白歌合戦にトップバッターとして出場し、大晦日の夜を大いに盛り上げてくれました。そんな小内優吾さんはバラエティ番組を中心に活躍しているメンバーです。そして昨年はシェイクスピア作品「夏の夜の夢」にて舞台デビューを果たし、活躍の場を広げています。そんな芸能活動がノリに乗っている小内優吾さんですが、ある噂が存在します。実は小内優吾さんはストーンズメンバーからいじめられているのではないかと言われているのです。しかしいろいろと調べてみると、これは嘘である可能性が高いです。小内優吾さんはメンバーからいじられることが多いため、このような噂が流れたのではないかと考えられます。小内優吾さんがメンバーの田中樹さんと共に2021年8月8日放送の行列のできる法律相談所に出演した際、田中樹さんが小内優吾さんの角刈りをいじる場面がありました。ジャニーズタレントが髪型を変えるときは役作りのタイミングが多いのですが、小内優吾さんは自身の思いつきで角刈りにされたそうです。田中樹さんは小内は変わっている、普通じゃないと発言し、小内優吾さんは嫌がることなく大爆笑していました。ストーンズツアー2023の MC で小内優吾さんがメンバーに髪型をいじられる場面がありました。ある時、小内優吾さんは強めのパーマを当てたようなボリュームのあるヘアスタイルをされていたようで、その髪型がバウンディさんに似ていたそうです。メンバーの森本慎太郎さんは、コーチ一人で紅白出ていたよね、ピンクのパーカーで、とバウンディいじりを繰り広げ、会場は大受けだったそうです。すかさず小内優吾さんも、俺じゃねえよと鋭いツッコミを入れていました。ストーンズのメンバーは小内優吾さんのことが大好きなようです。その証拠に小内優吾さんのいない場所で頻繁に小内優吾さんの話題が上がっています。ストーンズのオールナイトニッポン2022年9月3日の田中樹さんと松村北斗さん担当会では、ゲストのセクシーゾーン菊池風磨さんとのエピソードを差し置いて小内優吾さんの話ばかりされていました。この会ではジャニーズジュニア時代の小内優吾さんがデビューできずやさぐれていた話や、ダンスが苦手でなかなか覚えられなかったが徐々に上達してきた話が放送されました。みんな小内のこと大好きなんだよね、という締めの言葉に全てが詰まっていたように感じます。一方でストーンズはメンバー同士が不仲であるという噂があります。しかしこの噂についても嘘であると考えられます。森本慎太郎さんは2023年1月3日放送の内村アンドサマーズの初出しトークバラエティ笑いだねに出演した際、ストーンズみんな仲良いんですよと前置きした後、6人で食事に行った時のプライベート写真を公開していました。この食事会は森本慎太郎さんが幹事を務めていたそうで、食事中は仕事の話は一切せず、楽屋とほぼ同じような緩い時間が流れていたそうです。仕事仲間の関係を超えた友達のような存在だと述べています。またストーンズ公式 YouTube チャンネルの2022年9月30日ドライブ企画において、田中樹さんがお前らといるの楽しすぎて俺結婚するの無理だもんと発言していました。さらに2022年12月29日の忘年会企画では、 YouTube 仕事ではなくプライベートの僕たちを見てほしいと前置きし、仲の良い彼らの姿を見せてくれました。ジャニーズジュニアの時代からずっと一緒にいるからこそ心を許せる関係なのでしょう。ファンとしてはこういった仲の良い関係を惜しげもなく披露してくれることで、ますます魅力に取りつかれファンも増えていくことと思います。そんな愛されキャラの小内優吾さんにも気になる黒歴史が存在します。2021年2月の出来事でした。2月2日は今夜は謎トレに初めての出演となりましたが、人一倍やる気を見せていた反面、緊張して空回りしてしまったのか、天然発言の連発によりまさかの黒歴史を生むことになってしまったようです。黒歴史の一つ目はまさかの音痴であることが発覚しました。出演者たちが曲を口ずさみながら回答していく番組の定番ゲームミリオンヒット曲の歌詞当てクイズのコーナーが始まりました。小内優吾さんは星野源さんの恋の歌詞を見事答えられたそうですが、なんとその音程がずれまくっていたそうです。アイドルとなれば歌もある程度は上手いというイメージがあります。
そのイメージを覆すような音痴っぷりに共演者は苦笑いをしてしまったそうです。黒歴史の2つ目は天然発言で思いっきり答えを外してしまいました。同番組のインベーダーの漢字に1文字つけて熟語を作るゲームでは、合わせの漢字に婚をくっつけて合コンと自信満々に答えたものの、答えを思いっきり外してしまったようです。その天然ぶりに周りも少し驚いてしまったようです。番組の最後に MC の上田晋也さんから感想を聞かれたところ、最初で最後の出演になりそうですと意気消沈してしまったようでした。でも間違いを恐れずに自信を持って答えるところが、また可愛らしいとファンの心をくすぐりました。いかがだったでしょうか。今回は河内優吾さんがいじめられていて、メンバー同士も不仲なのではないかという噂について調べてみました。ご紹介した通り、河内優吾さんはいじられキャラで、ストーンズメンバーやファンからも愛されています。いじられても笑って受け止めることができるのは、河内優吾さんとメンバーの間に深い信頼関係があるからでしょう。近年まれに見る仲の良さかもしれません。仲の良い6人が生み出すパフォーマンスから今後も目が離せません。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。